アナグラです。アウトローの人はね、高所恐怖症なんですが、観覧車に乗るっていうね、動画を上げたんですね。これがね、めちゃくちゃ面白くてね、まあサムネにもね、大爆笑とか書いてあったりね、面白いこと本当できるのかなとかちょっと思って見てましたけどね、普段とのギャップがあってね、大爆笑ですね。んで、以前ね、やっぱりその観覧車乗って、突発性のね、難聴になったらしくてね、やっぱりそういうことなんですよ。高所恐怖症って、高いとこが嫌いっていう人はたくさんいると思うんですよね。だけどね、ストレス反応がね、出るっていうのはやっぱり、かなり弱いと思うんですね。で、ずいぶん前ね、あるメンタル系のね、YouTuber の人も言ってましたけどね、そこに意識がいっちゃうとね、高所恐怖症でも、心ここにあらずみたいなね、そんな風な状況になるんですね。それが本当のね、高所恐怖症ってことを言ってたりしたんですよ。自分もそれに納得してね、キャッキャキャッキャね、本当に怖い怖いっていうだけじゃなくてね、身体症状に現れたり、精神的にね、本当にそこにしかね、見つめられなくなるようなね、精神症状だと思うんですね。まあですからね、今回のね、その動画見てね、どこまで本当かなと思ったけどね、過去にも身体症状があったってことでね、本物のね、高所恐怖症だと思いましたよ。いやね、その動画の中でね、最初はやっぱり観覧車のことを話すわけですね。最初と最後ぐらいは。だけど、真ん中はね、他の話題を持ってきてね、気を紛らわすわけですよ。そこのね、精神状態がすごく伺えてね、まあ自分もね、パニ症なんでね、神経がそこ行っちゃうからね、そういう気持ちはすごくわかるんですよね。面白かったですよ。結構ね、アウトロー界隈ってね、面白くてね。で、そこでまあごちゃごちゃあったりしたりね。それが本当か嘘かなんかいうこともあったりね。いや、この YouTube のね、ネットの時代で、いろんなね、話が聞けるんでね。面白いですよね、結構。まあ全体的にね、持ってるようなとこもあるかもしれないですけどね。それも含めてね、エンタメの YouTube じゃないですかね。まあ30代のイケイケからね、60、70のね、元気な人までね、いろんな人がいるんですよ。まあね、同じ不安症、恐怖症を持ってる、病気の人たちから見ればね、理解できるとこあるんじゃないですかね、ああいうの見ると。健康だったらね、ちょっと深くまでね、理解できないと思いますよ。で、今日の体調はですね、まずまずですね。で、暗くなってから分かったんですけどね、えらいね、空がね、東京方面、光ったんですよ。ね、雷なんですけどね、まあ埼玉の山の方、東京で言うと、高尾山のね、北側、あっちの方からね、強い雨雲がね、ずっと埼玉を通ってね、都心の方に向かってたんですね。結構ね、埼玉の方で停電があったりね、いろいろ大変だったみたいですけどね。いや、あんだけ長く光ってるのはあまりないかっていうぐらい、まあ外にいたっていう線もあるかもしれませんけど、少し眺めてましたよ。まあ近くにいた人もパラパラね、映像を撮ってたりね、結構珍しかったですね。まあそんな感じでね、今日は体調もぼちぼちで過ごしました。ありがとうございました。アナグラでした。